皆さん、こんにちは。さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。また、チャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日はお料理動画とは呼べないものなんですけれども、ブログ的な感じでご紹介したいことが一つありまして、それを撮らせていただきました。皆さん、普段野菜をたくさん摂るのって難しいですよね。野菜不足に陥りがちだし、また逆におかずのために野菜をぴったり買ってくるのって難しいですよね。少し野菜が余ってしまったりすることあると思います。その2つのお悩みを解決する方法をご紹介したいなと思います。私がよくやってるのは、チョップドサラダです。そうは言ってもシェフが作るようなまともなものではなくて、例えばトマトとか、きゅうり、大根、かぶ、あと人参とかですかね、を、余った時にその分だけ、皮を剥いたり、しながらカットをして入れておきます。大きさが多少違う方が食べた時の食感が変わって、お子様も食べて楽しくなるので、お野菜をいつもよりたくさん食べてもらえると思います。きゅうりなんですけれども、今日はきゅうりだけちょっとご紹介をしたいなと思います。きゅうり、今これ上下を落としてあります。で、全部に切れ目を入れてしまうと落ちてしまうので、このように十字に包丁を入れますが、根元までは入れてません。この状態で、小刀で削るようにですね、こうやって削ってタッパーに入れていただくと、大きさがばらつきが出て、食感が変わって楽しいです。で、これをどう使うかっていうことなんですけれども、だいたい冷蔵庫で1週間ぐらい保管できますので、オリーブオイルと塩をかけて、召し上がると美味しくいただけます。また、普段使われているドレッシングをかけてもいいと思います。忙しい朝にチョップドサラダにオリーブオイルと塩をかけて、トーストを添えるだけでも、ちゃんとしたご飯に見えますので、ぜひおすすめしたいと思って、今日はご紹介させていただきました。本日もご視聴ありがとうございます。